たまきち TV のたまきちです。今回はこの腹黒カマキリのメスの観察をしていこうと思います。どこで見つけたかというと、学校の3年生の門のところにいました。で、お腹がパンパンなのでメスだと思います。で、今回ですね、ちょっと観察なんですけれども、ちょっと触ってみてずっと観察しようと思います。こんな感じで鼻つかんじゃってる。よし、これこっち向いてくれるね。カメラ目線をこっちに向けるとこっち見てくれるんですよ。なんで、でハラビロカマキリってよく川の木の上とかによく登るんですよ。木の上とかに。で、それで河原の上だから、ハリガネムシっていう、くねくねした針金状の寄生虫なんですけれども、それがこの他のガとかの菌で、それが他のガとかのところに入って、それでそれを食べたガ、ハラビロカマキリが感染して、それで寄生虫が体に入ってしまうんですよ。で、今回この子は多分ハリガネムシは入ってないと思います。ちょっと顔がね、ピント合わないんだよね。あ、びっくりした。今回はここら辺で終わりにします。じゃあ、さよなら。